藤岡祐介は JRA 立党所属の騎手。滋賀県出身。コラムで人気を博する。父、藤岡健一は立党所属の調教師であり。弟、藤岡孝太は同じ立党所属の騎手として2007年にデビューした。愛称は豆。藤田真嗣がニックネームを名付けた。好みのスポーツは競艇。競馬学校第20期生。 2004年3月6日、中京競馬第2競争のシルクマイスターでデビューし、16頭立ての3着に入る。初勝利は、同年3月13日、中京競馬第1競争のアスカクイーン。同年3月27日、中京競馬の人調下賞をトップオブワールドで制し、特別競争勝利を挙げると、その後も函館記念で、 ワイルドスナイパーに帰乗し3着、暮れの朝日ハイフューチュリティステークスで GI 初帰乗を果たすなど、この年35勝を挙げ、JRA 賞最多勝利新人騎手を獲得した。2005年1月30日の京都品場ステークスで、父が管理するアズマサンダースに帰乗して勝利し、重賞初制覇。2007年から2010年、スーパーホーネットに帰乗し活躍。 2010年のサマージョッキーズシリーズでは2位の柴田、吉富とは2ポイントの僅差ながら優勝した。これにより同年11月27日に実施した第24回ワールドスーパージョッキーズシリーズに出場した。2013年4月16日から11月19日までフランスでの長期遠征を行い6月21日のメゾンラフィット競馬場での一般レースで 海外初勝利を挙げた。地方で行われた、ダートグレード競争のジェイブニーで2勝をしている。中央競馬では2018年5月5日、終了時点で重勝における、勝ち案は28勝。中央の GI に限ると2着を7回記録していた。そして2018年5月6日、第23回 NHK マイルカップで、k i ノーテックに起場し、優勝。 GI 競争86度目の挑戦にして、念願の初制覇を飾っている。2018年2月11日、キッカショ賞で2着だったクリンチャーに起乗して、第111回京都記念を制し、区切りの GII10 勝目を挙げている。2020年11月7日、JRA 通算1万回起乗を達成。車体は交流競争。ありがとうございます。